超時間があるので、アメリカのトータルで使った費用を計算しました。発表したいと思います。まず食事代は22,696円、うちらは7泊9日です。22,696円で1日2800円でした。節約しすぎでした。ちょっと食べなさすぎでした。でも本当に食べ物のリストを作ったんですけど、全部食べれました。全部食べれたし、もうアメリカのご飯はいらないなって。あんまりね。アメリカのご飯は1日1個でよくて、アサイとハンバーガーとか。ちょっとハンバーガーはきつくて、はい、私たちにもね、私たちにアサイが良かったです。そう、なんかさ、はい、次移動費、あめ、はい、ロサンゼルスとサンフランシスコ。大丈夫、カンペカンペカンペ隠して。ゼルス、サンフランシスコ内でウーバーとかバスを使ったやつの移動費は26,620円。ディズニーも行きました。ちなみにディズニーの往復ってさ、2万じゃない？2万だね。って考えたらほぼさディズニーやん。ほぼディズニーだ。そうだ、うちら何回オーバー使ったんだろう。2人で割ってんのがでかくない？割ってんのがでかい。ヒナとかも6000とかって考えたけど、意外となんか我慢してバス使ってましたけど、もっとあの皆さんウーバー乗っていいと思います。26,000円。ディズニーも行きました。でホテルが7泊で77,582円けど、多分動画にも載せるであろう豪華ホテルにも泊まれました。の豪華アパートメントですかね。ハリウッドビューのある。いや、安っ。いいよね。安いと思う。だいぶ頑張ったと思う。7泊だから1泊1万って感じ。そうだね。そうです。しかも朝食ついていたところもあった。そう、朝食付きです。はい、次、大切な食事。本当に大切な食事。航空券はですね、日本からアメリカ、ロサンゼルスは75,000円か、75,000円アメリカン航空で、サンフラと LA の往復は3万くらいで、合計107,380円。許容範囲ね、往復だよ。許容範囲、許容、許容。そうやってお金ある言い方するけど全然ありません。全くないので、こういう風に計算しています。ありません。1ヶ月のバイト代以上。2ヶ月かな、これ。ほぼ私は3ヶ月ね。こんな1週間なくなります。1週間だ。次、久保田さんのお土産は2万円くらいだった。私は3万8000くらい、ちょっと買っちゃいましたけど、もうちょっと買ってよかったなっていうのが反省点です。結構買って、買ったつもりなのに、ちょっと胸が痛かったんよ。やばい、買っていいかな、買っていいかな、やっぱ置いとこうっていうのもあったんですけど、今お金の計算をしてみたら、もっと買ってよかったなっていうのが反省点です。私は買いすぎです。買いすぎというか、いや、でもあなたはアメリカで安いものを買ったって感じです。日本で高くて、でもそう、アメリカで5000円安いみたいな、という感じです。でディズニーが、カッチリ社の値段から発表しますね。1人5000円です。5000円の耳。高っ。2000万円くらいで2000万円くらい。やばいよね。いや、ディズニーの2000円。そうだそうだ。ディズニーのカチューシャはね、高いね。高い、これが一番高い。だってインアウトバーガー2回 2.5 回なんか。でもディズニーはうちら一番最初に行ったじゃん。だからもう分かんなかったね。あ、34ドルねみたいな。オッケーオッケー。途中で5000円って気づいてる。多分これ昨日行ってたらカチューシャ買ってない。買えないと思う。買ってなかったよね。だから1日目に行くことをおすすめします。この YouTube 見る前に行ってください。後から見てください、このパートは。でチケットが2万くらいか、1人2万、ワンパークです。でパークでかい、1日で回れないって聞いたので、
一泊にしたんですけど、4週ぐらいしました。頑張れば2パーク行きます。そうです、頑張れば2パーク、1日で2パーク行きましょう。で、うちらの合計はお土産入れてだいたい30万から32万でした。で、調べたところ3泊4日で30万から50万らしいので、で節約旅。結構私たちはお水も1回買っていません。水は日本からマジ全部持ってきました。こちらはたくさん持ってって、めっちゃ持ってったね。食料も持ってきました。佐藤のご飯とか、あのイワシのかば焼きとか、カップヌードル、中華丼は使えなかった。あと何食べたっけ、カレーとか。え、でも日本食がガチで恋しくなったので、あってよかったです。あとお菓子も食べきりました。本当にあのお腹が空いたのでちょくちょく食べてました。お菓子大事です。お菓子大事。アメリカは広くて食べるところに行くのも時間かかるから絶対持ってくべきって感じかな。水は持ってくべき。 1,2,3,4,5,6,7.5リットル持ってったわ全部で。1日1リットル分だね。7.5リットル。何もそんくらい、3本買って3リットル、2リットルってことで、500が1,2,3,4リットル、9リットル。あれ9リットル持ってきました。今日も全部レミ、レミの方がさめっちゃ飲んだね。やっぱり水飲むんだよね。まあいいことよ。ありがとう。乾燥するのね、アメリカ。そういうことでした。はい、また撮るかも。